先生、はい、なんかイベントのあ、はい、お知らせが、はい。東京でやるイベントなんでちょっとごめんなさい地方の方はって話したんですけど東京都の多摩に多摩,多摩センターのところに、うん、k d d i ミュージアムっていうあの前もちょこっとご紹介しましたけどあの、まあ、展示スペースがあるんですがそこで10月30日からですね、はい インフォバー大百貨店いあのあの,あの懐かしい経うデザインプロジェクトのあのインフォバーですけどもあのインフォバーをいろいろ見せる展示というのをやってるそうで、えー、まあ発売からちょうどこう先月から10月30日で20年経ったそうなんですけどすで、まあ、インフォバーを分解して展示したりとか、うん、インフォバーを知るためのお話っていうのがあるんで、うん、まあそこを、えー、10月30日から来年の1月19日まで。 やってるやってるそうなんでひあのなみに一般の方は入場300円ですけど大学生以下は無料でございますので学生証をお持ちになっていただけるといいかなって感じなんですけどもあとカディキャップの方も障害者手帳があれば介護者の人も含めて無料でございますんでなかなか場所がね多摩センターなんで結構東京的に言うとですねだいぶこう何でしょう 新宿からこう電車の乗ってちょっと離れる場所にあるんでなかなか行けないんですけどもまあ是非あの機会があれば冬休み中とかでもいいですしあのインフォバー大百貨店だけじゃなくて通常のケニアミュージアム昔の端末も展示してあるしあと通信の技術のこう進歩みたいな話もあるんで。 ぜひちょっと皆さん行っていただけるといいかなということでご紹介をいたしました。ちなみに何か12月の2日には KDDI ミュージアムのなんか無料見学会っていうのもあるそうなんで、うん、タイミングを合わせて行っていただけると冬休みのネタいい、ね、宿題のネタになるかなと思いますね。ぜひ足を運んでいただければと思います。はい。オーリン高い機能携帯しようぜ。 今回ご紹介する端末は。 まずはじめにスペックから紹介していきましょうサイズは高さ 153mm 幅 71mm 厚さ 8.4mm 重さ 159g ディスプレイ6.1インチフル HD プラス UKL1080×2340 ドット Android 13搭載 CPUQualCom スナップドラゴン 6Gen1 オクタコア内蔵メモリ RAM6GB r o m 1 2 8 GIM はナノシム E シムバッテリーは 5000mAh アウトカメラは5030万画素800万画素のデュアルカメラインカメラは800万画素マイクロ SDXC メモリーカード対応となっております今回は新しいアクオスセンスをご紹介です早速チェックしていきましょう携帯ピックアップです今回ご紹介する端末はこちらシャープアクオスセンス8です。カラーはこちらから。 ライトカッパー、そしてペールグリーン、そしてコバルトブラック、そしてこちらにはないんですけどもブルーがどこものみであります。はい。はい、国内でアンドロイドスマートフォンといえばというぐらいの、はいうん、もう超定番モデルでございますが、はいえー、今年もアクオスセンスの最新モデル、今年はアクオスセンス8になりますけれども、はい、いよいよ発売になります。<laughs> なりましたかな。うん、はい。 でまあ、どこも a u u q モバイル楽天モバイル JCOM モバイルなどで取り扱うというふうになっております、うん、いつも恒例の定番モデルですけどシャープの,そのラインナップをちょっとおさらいしていきたいと思います。シャープ今年はあの、まあ、ちょっとまあラインナップを広げたものもありますけれども、はい、えっとフラッグシップはまあ僕はいつもこう使ってますけど R8 こういう顔の玉ですね。 周りにこ,うこの部分で放熱しますってやつですけどもこれとまあドコモでア u o ス R8 っていうのがありましたこれがまあ両方ともまあフラッグシップの扱いなんですがもう一つは環境にも人にも優しいモデルということでアクオスウィッシュ3というモデルがありましたエントリーというかお手頃ラインということでまあこれがもう3代目モデルなんでアクオスウィッシュ3になりましたけども。 まあ主軸というか主力というか一番メインの定番モデルといえばやっぱりこうセンスのシリーズでこれもまあ代々重ねてきてで商品のコンセプトとしては基本的にもともとは必要十分なスペックを搭載しながらまあ買いやすい価格帯これが受けてえーまあ歴代モデルも多分もう2。 結構ななな数売れてるんじゃないかな最近でもまあ多分おそらく1モデルあたり多分100万台とか普通に超えるぐらいの利益なので使ってる人は非常に多いモデル人気モデルということになります。うん、はい、はい あの毎年ね新製品をご紹介してますけど今年はどんな感いろいろ毎回いろんなテーマを挙げてるんですけど今回はですねえっとシャーフさんはあの気軽にガッツリっていう言葉を使ってました気軽に使えるという言葉とまあまあがっつり使えるみたいなところをまあキーワードして挙げてました一つはまあ気軽に誰でもきれいな写真が撮れますよねっていうところが一つまあこれはカメラのお話ですけれどもであとはがっつり使えるというのはまあ電池持ちまあこれはもう当然省電力にもたけてますから長持ちで一日中 普通にフルに使えますよっていう形のことを表していると思います。なるほど。どこも AU and UQ、はい、で楽天モバイルとか扱いありましたけど話がね。はい、はい、ソフトバンクはないんですか。はい、あのまあソフトバンクはですね一つはアクオスイッシュ3がちょっとまあ取り扱い始まったばっかりっていうところもあるのと、はい、同じタイミングだったっつうのもあるんで、うん、まあ今回は今のところセンス8は ないとでは早速ボディから順に説明お願いします。はい、えっ、ー、と,重さ、えー、と実は従来のですねセンスとこれも本当にあに並べると何がどっちだかわからなくなっちゃうって話もあるんですがこんな感じわかんないねえっ、ー、とこっちがセンス8、えー、こっちがセンス7です。えー 厳密に言うと、はい、えっと約1ミリ差があるそうです。えー、1ミリ。1>, 1ミリだからもう本当にちょっとしか差がないって感じで、まあ、でこのアルミの部分はアルマイト染色なんで、あのいわゆる塗りの塗装ではないので、うんうん、元々のアルミの材質自体に色がついてますから、はげてくるとか使ってこうなんか手で触ってるからはげるとか、はい、そういうのはない、はい、ということですね。うん で背面まあ指紋が残りにくい、えー、マット仕上げになっています。IPX5、IPX8 防水、IP6X 防塵でアルコール除菌シートまあだいぶねコロナの反射も収まったんでいいって話もあるんですが、うん、まあでも清潔に使おうという意味ではアルコール除菌シートにも使えるし、はい、まあ耐薬品の機能も備えると。うん、もう一つはえっ、ー、とビルスタンダードの 810G 準拠の対衝撃など16項目をクリアとでこれざっと読み上げると。はい 防水はですねまあ紳士ってあの要するに水,水が染み込んでこない、うん、から雨まあボボいわゆる雨がかかっても水滴がかかっても大丈夫、うん、からあと耐震度防湿高温保管固定しておいた場合と変動した場合と両方いけます、うん、から高温動作高温の環境でも一応動作がちゃんと固定した場合でも使えるし変動した場合でも使える、うん、から低温の動作低温の保管 から温度耐久、からあと低圧操作、まあ、気圧の低いところでの保管もできます。動作もします。から氷結、これは、まあ、いわゆる結露ですね。もう一つも普通通常の氷結にも耐えられるということで、まあ、こんな感じの。対環境性能が、まあ、ありますというところですね。めちゃくちゃすごそうですね。あの、普通に使いつつ。 こういうその対環境性能が優れてるっていうのはまあ結構長く使っていく上では非常に大事だし屋外とかまあ温度差のある環境で使う人にはかなり多いこれ具体的に何を言うかっ倉いうと冷蔵の倉庫か普通の料理人さんとかで冷蔵庫入ったりするじゃないですかあの人が入るような冷蔵庫あるところもそうだしあと冷凍の倉庫なんかよくなんでしょう羽田なんか行くあの首都高の 羽田線の横っちょなんかになん,かなんとか倉庫とかたくさんあるじゃないですかああいうとこに貯蔵庫があるわけですよそこで例えば、えー、働いてる人にとってみれば、まあ、すげえ冷たいとこにいるんだけど、うん、その後ちょっと今度表に出ました温度差すげえあります、うん、時に普通の玉砂さと、まあ、やっぱ温度差で壊れちゃったり動作がおかしくなるんだけど、はい、これだったらまあ安心して使えますよねて、うん、っていうところだと思いますね。ここちらのの、ね、電源ボタンン色が違うんですけどれ指紋センサーって 内なんですか、はい、お察しの通りこのここはい、電源ボタンのところに、えー、と指紋センサーが内蔵されています。で実はいいところもあるけど、はい、まあなかなかやっぱりちょっと賛否両論のあるところで、うん、もう今回はこういう形でまあ一般的なこの内蔵タイプに なりましたと。と<る>で、えっ、ー、と顔認証にも対応していて、えっ、ー、と従来に引き続きまあ。まあ、一応マスク着用時の顔認証。まあ、画面ロック解除もできますと、はいうん、で、えっ、ー、とあと本体のバッテリーになります。けれども、本体の中には 5000mah の大容量バッテリーが搭載されています。まあ、一応、あのバッテリー、会社、インテリジェントチャージでは、これはまあ従来モデルが継続ですけれども。 ええ、三年後もええ、九十パーセント以上のバッテリーの性能をまあ確保できるということで、うん、バッテリーの充電をまあ調整するという形ですね。はい。はい、あの確か XOS はこのディスプレイの省電力のね、この効果もあって、はい、電池持ちがいいんですよね。はい、そうですね。はい。で、あの今回はどうなんですか？一応今回シャープさんは二日使っても余裕って言ってます。本当ですか？でこれを使ってもどういうふうに調べたかというと、まあ彼ら曰くは、はい、動画四時間。うん うん、音楽ストリーミング3時間、うんえー、SNS の閲覧2時間 2>、うん、ゲーム1時間を2日間やったそうです,そ,うです、ね、それでも一応電池的には大丈夫合計39時間使っても、えー、大丈夫ですまあでも48時間中39時間使うって、うん、寝てる君みたいな話もあるんだけど、うん、それぐらい。 まあ使っても大丈夫とといいうことでございます続いてディスプレイ6.1、はいえー、インチフル HD プラス対応のイグゾーオーレット10億色表示ピ、えーク軌道1300ニットコントラスト量は1300万対1リフレッシュレートは1から 90Hz なんですが、えー、これは他のアクオス R そうですね R8 と R8 プロとか R8 の頃にも話しましたけど、うん、1>, えっと1秒間に何回画面を書き換えるかっていうのがリフレッシュレートですけどフルで回すと一応 ヘルツだけどその間に黒いフレームを挟み込むことで要するに目の中の残像を抑えることができて、うん、でそうすると実質1 8 0ルツ要するに9 0ルツは倍になりますから黒フレームを挟み込むことで1 8 0ルツ相当でも動かすことができると滑らかハイスピード表示。 リッチカラーーテクノロジーモバイル自然な要するに見やすい絵を表示するという意味ではそういう機能も一通り揃ってますし、えー、アウトドアビューこれはまあちょっと今のシーズンよりはどうしか川さと夏向きですけれども、うん、まあ要するに外で日差しが強い時、ま、だ秋口だとまあ夕日の,あのすげえ眩しい時とかですねああいうシーンとかでも一応、まあ、あのちゃんと絵が見えましたと。 からリラックスビュー、これはまあ目が疲れないというのもあるし、あとはえ今回新しく出てきたのは画質に影響のないブルーライト50%カットというのが実装されています。これは画質にあまり影響がない状態でまあカットができるという話ですね、うんうんうん。画面のブルーライトをカットしてっていう、うん、あのな話、目の負担を抑えるっていう話あるじゃないですか。あれって効果なしってなんかニュースで出て 気がすすするんですけど素晴らしいよく知ってますね、はい、今年の,夏あのオーストラリアの大学かなんかで出た研究結果が報道されて、うん、まあそれをもとにいろんなところでニュースで出,た出たんですけど、はい、いや全然そのブルーライトカットしても意味ないよという話だったんです、うん、それ正しくはブルーライトカットメガネをかけても意味ないよっていいや効果そんなないんじゃねえのっていう話があって <laughs>、はい、それはまあ研究結果と一つ出てるんですが、うん、ただもう一方で違う話もあって。はい 実はブルーライトを目に浴びるというか、うん、えことによって、うん、あの睡眠の質に影響あるっていうのは、まあ、これは依然として指摘が多いと交感、えー、神経刺激されるんで、うん、寝つきが悪いとか、うん、眠りが深くならないとかそういうのは実際にあるというふうには一応一,応一般的にはそう言われているとるっていうことはそうなので、はい、でも寝る前にスマートフォンを見て睡眠の質 質が低下するというふうに事前以前から指摘されてるんでだからまあディスプレイ側でダルをかけるんじゃなくてディスプレイ側で眼鏡を少しカットしましょうというお話なんですがこれがなかなか難しい話でちょっと前の12年前の記事とかでいろいろ見ると分かるんですけど。 ブルーライトトカットすると画それってまあ駄目ですよねって、うん、そもそも絵としてなんか白い壁だったのに黄色く映っちゃうじゃんみたいな話なんで、うんうん、それダメじゃんって話したんですけど、はいはい、じゃあどうすればいいかっつうんでその不自然な画質とか色合いにならないようにうディスプレイの中の材料、うん、カラーのこういうフィルターみたいなのを入れるんですけどそのフィルターも含めてえ素材を見直して、うん、常時ブルーライトカット有効の状態にしても画質が一 通常とあまり変わらない状態で見えるようにした機能がその今回の、えー、センセイトに載ってるそこなんですよ、うん、そして、えー、背面側ですけれども、はい、5,030万がセーフ1.9のカメベラ、えー、23mm 相当1.55分の1インチで増、えー、面ひそさオートフォーカス対応ということでかなり何、うん、ですかこのクラスとしては結構上等なって言い方は変ですけども、うんうん、かなりいい。 スペックのカメラが載ってますでしかもセンターレイアウトと横っちょにあるのが AF2.4 の800万画素の光、えー、角カメラになりますこれ電子テーブレ補正対応から一方前側ですけど、えーまあ、水滴型っつうか反円なね反映型ののっちのところに800万画素のインカメラこれ 26mm 相当これも電子テーブレ補正対応ですと当然のことが毎回やってますけどー AI オートとか えー、ポートレートナイトモードで今回は画像処理エンジンもう一段従来よりも一段進んだプロピックス5というのが搭載されていますでこれを使うことで、まあ、ちょっとなかなか難しいんですが高額 2>,、うん、2倍相当のズームができるとこれは画素の切り替えとかをすることで、まあ、少し寄ってもき、うん、綺麗な画質で撮れました、はい、でまあこの前と同じくですねちょっとこんな感じの ここれれちゃんですけどでこれ今背景まあ中途半端にボケてるっていうかまあややボケなんですけどここに背景ぼかすっていうのがあるんですると少し画像処理してもう少しボケがありますででこれをよりこんなボケた感じでっていうこともできるこれは Google の Google ググののググフォトのアプリの中でこういう機能があるので,でこれも普通に利用できますけどですね。 まあ撮影の機能は割といいんだけどもえとこういう画像処理の機能も Google のサービスの中でもできるようになってるのでより楽しめるかな実際撮った感じとしては割と自然な色合いで収まってるのかなっていう感じはします。あのこの こういうところの青い空とかでしょ。これがね、これはどこのハワイがカリフォルニアかみたいなぐらいまあそうな機種があるんですけど、<laughs> はい、そういう不自然さはないです。割と自然にまとまってるなと思いました。<laughs> はい、それからあとまあ毎度でございますが、えーっと、便利機能は設定アプリの中にえー、っとアコーストリックっていう項目がありますんで。でここの中にいろんな機能が載ってますんで。 えここから選んで使って頂ければと思います例えばまあペイトリガーなんかは非常に QR コードの決済とかに便利でえ指紋センサーを長押しすることで特定のアプリを起動できると、うん、あとまあ僕ら的にはもうしょっちゅう使うんだけどクリップナウっていう機能があります。これは何かっついうと要するにスクリーンショットが撮れるわけです、うん、で左上隅か右上隅を長押しするとスクリーンショットが取れる。だからここで もうれこっちも長押しだから普段皆さんがお使いになっててちょっとこのウェブページちょっとブックマークしてみるけどキャプチャーみたいな例えばんかお買い物して領収書の画面とかさ撮りたいじゃないですかそういう時にこれでピッと撮れるんでこれ結構便利ですこのほかにもジュニアモードとか簡単モードとか要するにだからお子さんに持たせるモードとか。 であとはえっとまあアンドロイドのえっと長期サポートという意味では一応シャープさんは3年間で5回の最大五回の最大ですからね、うん、<laughs> できない場合もありますけどね <laughs>、はい、まあ多分やると思いますけどもあの最大の OS バージョンアップ対応ということでこういう意味でも長く安心してお使いいただけると思いますでは気になるお値段をお願いします。はいまあ、今のところ4社 はい、一応キャリア経営ということで4社挙げましたドコモ au 楽天モバイルで、まあ、一応別ブランドということになりますけども UQ、うん、さんということで大体一括払いの会員でだい値で6万円前後ぐらい、うん、ドコモ au 楽天モバイルはそれぞれ端末購入サポートプログラムが使えますんでこれを使うことによって、まあ、ちょっと各社で少し値段は違いますけど大体1300円ぐらいから1000円 700円弱ぐらいまでの範囲でまあ2年間ぐらい払っていただいて残債がまあ少しえ2万円から3万円ぐらい残りますよと最終的にその実質負担額が大体いい2万円から3万円ぐらいということになるんでまあそういう持ち方をしていただくのもありだと思うし別にその有給さ産で買う時みたいにその普通に分割払いで買っていただいてでその分割払いでまあ返却なしで大体いい2,500円ぐらいですけども。 えー、お支払いいただいて二十四回で買うっていう点もあります。うん、で機能チェックお願いします。はい、I P X 5 I P X 8の防水 I P 6 X 防塵からさっきつらつらと読み上げたウィルスタンダード 801H 対応のまあ対衝撃まあ対衝撃だけじゃなくていわゆるまあ対環境性能というべきですね、うん、が搭載されています、はいえー。それからお財布携帯に対応して、えー、着信拒否は登録外通知公衆通知付加指定が対応しています。年号も使えます。はい、ちなみに着信拒否に関しては。 あの割とまあ最近 Google さんの電話アプリ任せになってる部分はありますけど最近非常にあの詐欺とかを含めて一緒に電話のこう電話かかってきてなんかこの人金持ってるらしいでなんかあの家に泥棒来ましたみたいな話とかいろいろあるのでそういうのも含めてこういう対策をしっかりとっていただくといいのかなというところで。 あの迷惑電話の対策アプリもありますのでそれのと一緒にうまく使っていただくといいかなと思いますはい、では続いてはズバリいいところ悪いところですズバリいいところ悪いところということで先生いいところお願いしますはい、はい、いいところ安心の定番モデルワンクラス上のカメラ 5万円前後で買まあ安心のって、まあ、こんだけねセンス定番ですって言い続けてるんだから、まあ、それは強いよねって話なんで、まあ、あえてどうこう言うことはないでしょうって話したんですが、はいでまあ、お値段も5万円前後と非常に買いやすい価格、うん、もうちょっとするとボーナスみたいな僕ら関係ないけどな。はい <laughs> え誰かボーナスちょうだいって話じゃなくてでそのまあボーナスのちょっとこう一部でまあお買い求めいただけるぐらいなんでもあるしまあ分割払いもねもうお値段も数千円です 1, 1 2千円で済みますからだいぶお安いですとでなんでワンクラス上のカメラって話をしたかっていうとこのイメージセンサー結構大きいこのクラスとしてはかなり大きい一部の機種のフラッグシップに採用されると同じぐらいでかいイメージセンサーなんです結構いいカメラですもう一個は えっとですね、これはあの明確に歌ってないけどシャープさんのスマートフォンのカメラといえば、まあ、これとかまあライツフォン見ても分かる通りうん、うん、ライカじゃないですか、うん、だから画質の作り方っつうのはですね結構だいぶいろいろノウハウを吸収したようでそれがさっき言ったそのプロピックスっていう新しいそのプロピックス5っていう画像処理エンジンに結構生かされてるとき、まあ、綺麗に撮れますと夜景も綺麗ですというところでございますね。 まあ,価値あるかなと思いますはい、はい、ではね悪いところお願いしますはいこんな感じかなとでやっぱり何がっていうと変<わ>る <laughs> さてお客さんどちらが間違いを探すどちらが8でしょうかみたいな話になっちゃうんで, <laughs>、うん、で前のモデルも実はあるんですけど、まあ、当然ね6もあるしまあ5はだいぶ違うんだけど やっぱりそう考えるとちょっとなんか変えまへんかというところがあってまあこの側面のねここは違うのよ当然こうデザイン違うんだけどこうじゃない部分も含めてちょっとそろそろなんか新鮮さが欲しいかしらというのはちょっと感じました。でカラーもまあこの3色で,でプラスブルーでしょじゃね意外にブルーがいいんですよ。 綺麗な、うん、アルマイト染色なんで、はい、まあ派手な色にはなかなかならないからうん、うん、だから、まあ、なんだけど、まあ、ちょっと新しい色で<ー>過去にもいろんなその赤系とかオレンジ系とかいろいろやってるんですけど、はい、ちょっとずつそれをなんか入れててほしいかなっていうのはちょっと感じました外観の新鮮さも含めて、はい、なんかちょっとカラーの展開もなんかドコモさんの限定モデルだけ。 ブルーですって言われた、うーんみたいな。で、まあシムフリー版まだ出てないんで、まあそれはお待ちしておりますっていう話なんですけど、はい、今回のアコースセンスはですね、あの先生とはですね、実は A U 版はオンラインのみの販売になります。うん、A U オンラインショップで買ってください。ドコモさんはまあオンラインでも店舗でも買えます。楽天さんもオンラインでもテーで買えます。まあ U Q はまあ元々オンラインなので、まあオンラインのみになりますと。J COM さんは基本的に J COM モバイル で扱うのは、えっと、店舗側要するに j イコ m のサービス側から買う形になると思いますけれども。というん、うん、ってことなのでだからまあじゃオンラインでしか買えないのに実機触れねいじゃんみたいな話になっちゃうんですけど、うん、僕は本当になんか新しい取り組みとして一応なんか k d i さんもこの前も決算会見でもちょっと話が出てたんですけどもある程度の数を取るラインナップとして確保するかそれともやめちゃうかみたいな話になった時にやっぱりある程度数を取れるし今現にオンラインの。 伸びてるので、うん、そっちでいろいろ出しましょうよっていうところで、まあ、今回はオンラインショップ限定という形になってますズバリこれはどういう人向けですかうーんまあセンスシリーズのファンっていうのとまあ外れじゃないアンドロイドスマートフォン手堅い1台を選びたい人。うん あとはまあ価格と性能のバランスが取れたモデル、うん、あとまあ結構実はその電池の長持ちは本当に効果僕はあると思ってるんでちょっとそこを追求したい人にとってもいいかなとまああ,のあまりこう何すか構えずに十分すぎる性能をたっぷり楽しみたい人みたいな感じだと思います。うん、ということで皆さん是非お店で試していただければと思います。はい 行ってきましたということで先生どこへ行ってきましたか総務省。で、えー、何かつ10月23日に総務省で楽天モバイルに対してですね、うん、プラチナバンドの免許まあ要するに周波数割り当てがありましたと無線の免許なんでまあ一応その免許をまあ書類をお渡しする交付式っていうのがありましたんでそれを見てきたというお話でございます。うん、はい。 プラチナバンドって、つながりやすい周波数のことでしたっけ。ですね、まあ一応そういうことになります。はいはい、だから、これまで。まあドコモ、どこも、A. U. ソフトバンク、まあ、もっと昔で言うと。もともとは、どこもと A. U. しか割り当てられてなくて、ソフトバンクがもともとなかったわけですね。はい、それを孫さんが、もう俺にプ,プラチナバンドクレヨンって言っても、散々アピールをして、まあ、今は三社が割り当てられてる。はい で楽天モバイルは当初からまあそのもちろんね最初に募集した時からその周波数がなかったんで 1.7GHz、うん、のみだったとちなみにこれは 1.7GHz は 4G の話で、ねはい、5G はまた別途4社にそれぞれ割り当てられてるんですけれども、うん、まあ一応 4G に関しては彼らは 1.7GHz さえしか持ってないと、まあ、今回は新たに追加でプラスアバンドが割り当てられましたということです。うん あのプラチナバンドってそのなぜプラチナっていうか、うん、つながりやすいって言われるんですか、まあ。一般的に周波数は高くなれば高くなるほど、うん、直進性が強くなり、うん、かつ飛びにくくなると。うん、でこれは毎回僕はこの手の話をするときに必ず説明するんですけど、はい、男の子でオーディオをちょっとやった世代の人はわかると思いますけど、ウーハーはどっち向きに置いてもいい。でし、うんうん、音が回り込むから低い周波数の音なの。はいはい、で高い テレビでこう人がしゃべるような声とかはこっちこっち自分の方に向いてないと自分の方に聞こえにくいということがあるので,で、はい、まあこれが要するにそのまま,そのまま全部バッと上げると低い周波数は回りうん、うん、高い周波数はまっすぐ行くんだけど、まあ、ある一定のところまで行っちゃうとこう落ちちゃうということがあるのでそういう特性がありますのでかつ低い周波数っていうのは 実はえっとまあ、建物への浸透率が高い。よ,よくなるとで、うん、高い周波数は建物への浸透率が悪いと。と、うん、要するに高い。音はまな、あ、んだろう。例えば密閉した部屋の中でキャーキャー騒い。高い声でそう。まあまあ子供のね。高い声で騒いでると。うんうん やたらと反射するからうるさいわけですよ。ところがまあなんかボソボソっと喋ってるこいつはあんまりもう外に聞こえないというか漏れないっつう感じのところもあるんですけれども、まあでも高い音ってのはすごく反射をするということがあるので電波で言えばまあどうしても反射しちゃうと建物の中に入ってこないと。だから昔ソフトバンクが2.5ギガと2ギガしかなかった時代っつうのは建物の中に入ると繋がらないっていうパターンがありました。 で一般的に 700mHz 帯っついうのは、まあ、携帯電話に使われる受信数の中では、うん、まあ非常にその回り込みもするし屋内に浸透率も高いので、うん、まあ非常に適していると、うん、特に音声通話が多かった時代は特にそう言われていたのでかつてはあのプラスチナバンドって言わないで黄金バンドとかいう言い方をしてたんで、うん、それがまあ後にプラスチナバンドって呼ばれるようになってきて、まあ、今だとまあプラスチナバンドっていう。 呼び名がまあ割と一般的というかひ広く知られるようになりました、はい、ってことですね。そんなね、いい周波数なら最初から楽天モバイルさんに割り当てればよかったのにって,って言いたいところなんですけどね。うん、そうなんですけどね。うん、なんでそういうところは実はこの七百から九百の周波数帯域っていうのはもう主要三社にすでに割り当てられている。ほうん。で、かつ、はい、まあ三社が使ってないところはどうなってんのっていうと、うんうん、実は他の用途に使われ。 今回の,その楽天さん割り当てた周波数のすぐ近所には実はテレビ放送とか,から特定ラジオマイクとかいろんなものに使われてたりする無線っていろんなところに使われるんで,でそうするともともと楽天さんに1.7ギは割り当て,てた段階からもうプラチナバンドに空きななんかないわけですよだからまあまあ今回割り当てられましたけどもしかしたら最後のプラチナバンドかもしれないので今回ども でまあそういう状況だったんで楽天モバイル最初はねうちは1.7だけでいいですよねって言ってたのに途中からやっぱり厳しいなと思って、うん、プラスアバンド欲しいですって言い出したんで周波数の免許って一定周期で免許の更新がある車の免許と同じだね、うん、10年とかそういう単位で。うん、10年経った時に他のの会社の周波数を減らして それをうちにくれりゃいいじゃねえかって言い出したわけですよ割とひどい話でしょ <laughs> そう平然とそういうことを言うわけですよああの人たち、ね、で、まあ、いやそれはさすがにどうなのよって話になって、うん、結構揉めそうだったんですよそこでですね、えー、やっぱり技術といえばの NTT グループさんですね、はい、NTT ドコモさんがいろいろ周波数まあこの周波数700から900近辺の周波数を探したところ、うん、実は3メガ幅でちょっと空きがありますと、うん、3メガの上りと下りなんで3メガメルツ幅の、うんうん かける2になるんですすけど上り下りがあり下あますからねでそれを見つけて「これ使ったらどうですか?」っていうふうに総務省に提案したところいろいろ今度は逆に技術的にいろいろ検証をしてうん、うんあ「じゃあ分かりましたこの周波数を、うん、えっと募集をすることにしました」っていうんで「募集をしました」というところなんですね。なるほど楽天桃さん欲といんでしょどうぞって話ではなくてやっぱりそこはちゃんとこう総務省でまあ一応募集をかけて。うん 条件を出してもらって、その、そのいろんなこういうところ、うちはやります、ね。計画書をみんな出してもらって、はい、で、それで審査をして、開設計画の審査が通ったので。はい、まあ、今回、うん、はい、どうぞ、じゃあ、楽天モバイルさんに割り当てますって話になったんで。一応、ちゃんと審査をしました、うん。なるほど、ちゃんとね、そういう流れみたいのが、もう、きちんと。あります。あります。はい。はい。で、ただ、はい、ちょっと、この、今回の、この、この割り当ての審査に関しては、ちょっと。 うん、まああれな話というか、ね、何の話がございましてですね、はい、総務省が募集した七百名ぐらいのそのまあ新規割り当ての募集要項の中にですね、はい、こういくつか条件あるわけですよ、うん、こうこれをやってくださいこういうところなんですよこういうふうにしか入ってない条件があるんですけどそれ条件の中にですね。 すでにプラチナバンドを割り当てられていないことっていうのは条件としてあってあ、ってじゃあもう他のキャリアさんはダメじゃなんです。<laughs> そうなんですよ。だからそこの点数は結構でかくてですね <laughs>、うん、これ逆転できないじゃんみたいな、うん、もうなんか。 楽天モバイルのために何かやってないみたいな話なんですけど <laughs>、うんうん、ちょっと忖度っぽい感じはしますけれども <laughs> そういうことがありましたというところでまあだからいろいろこう配慮の塊みたいな、えー、今回は解説計画という形になりましたと。ね、で実際にどういう形になったかっていうと、まあ、700名を記載でこれはあの図表でも、まあそれぞれ割り当てられてい見てるくと分かるんですけど、うん、まあ3メガヘルツ幅を上り下りで、まあ、だから合計2つ 2>、うん、でこれを10年間お使いいただいていいですと。 用とというこ,とで,ということでやりますただしまあ条件もいくつかあって例えば一つはそのえ横にあるその特定ラジオマイクとかテレビ放送とかまあ当然隣の,あの周波数は実は k d i さんが7 7 3 m h とか7 1 8 m h から上をちょっと使ってますからまあそういうところもまあちゃんとまあ干渉しないようにね調整するとか当然必要なんですけど。 まあいくつかその割り当てられた条件の中でちょっと話題になったまあ関係者報道関係の間でちょっと話題になった項目があってそれは何かというと実は「免許を与えます」ただし条件付きですとでまあ大体条件付くんですけどその条件付きのですね中にですねまあこういう項目があります。ざっとと読み上げると 毎年度の四半期ごとに財務基礎に関する事項について認定された計画の進捗を示す書類を総務大臣に提出することっていう話ができてます。ちょっと難しいんですすけど要するにお財布事情が 大大丈夫なななのかを総務大臣に報告しなさいとそんな感じまあ要するに楽天モバイルは何が起きてるかっついうと楽天モバイルのサービス開始以来いろいろ頑張ってやってるのは分かるんだけど実はまあ楽天モバイルの赤字によってグループ全体が赤字になるっていうですね割と厳しい状況がずっと続いてるわけです、うんはい、そうするとこの財務基盤やばくねえですかと。で来年にななるといろん借金のまあ変うん、うん 再起がまた来るわそうするとそういうのも含めて財務基盤ちょっと大丈夫ですかっていう人も多いんでだから四半期ごと3か月ごとにちゃんと報告書を出してお前とこお金あんのかどうかちゃんと財布見せろやみたいな話したので <laughs> まあそれをやってくださいとそこは総務省としても一応しっかりチェックをしましょうという話なんですけどところでこれで楽天モバイルはつながりやすくなるんですかいやどうですかね そんな簡単な話じゃないと思いますよ。話で、<laughs> まず一番そもそもの話として、楽天モバイルの。まあ、あの、免許をもらったとしても、免許をもらったから。いきなりエリアがバッと広がるわけではなくて、その周波数にあった基地局を。これから建てていかなきゃいけない。既存の基地局にアンテナを増設するっていうやり方もできるんだけど。 でも工事はたくさんしななきゃいけないけですよ<ー>で一応計画書要するに楽天さんが出した計画のその内容っていうのはあるんですけどサービス提供開始がですねなんと2026年令和8年3月まだ3年2年半ぐらい先か 2>, 2年半ぐらい先かにしてますと、はい、それだいぶ後ろじゃないですかって <laughs> その楽天もある囲み取材があったんでその時にだいぶ突っ込まれてたんですけど、はい、その時にはまあ一応、まあ、準備ができたら 順次やりますとこの計画解説計画を出したのは結構手堅め要するに保守的に要するに遅れちゃいけないんでうん、うん、保守的にだいぶあの書いて出してますとだけど実際のところは、まあ、あのどんどんできるとこから順次スタートしていきますという話でっていう話なんでだまあ早ければもしかすると来年中には、まあ、使えるところは増えてくると思うんですけどうん、うん、ただ、はい、この解説計画の中で見ると10年間この、うん 3メガ幅を2つ使えるんですが10年後要するに認定期間終了時の人口カバー率はなんと83.2%。なので現在楽天モバイルさんがローミングで使っている KDDI さんに一部ローミングで頼ってますけどこのエリアは99.9%なわけですよ。っていう状況なんですそ,れよりそれよりもエリア狭いわけですよ。で考えると。 まあだからいきなりそんなあのドンとこう広がる話でもない,とないで僕はちょっとそれを囲み次第でも聞いたんですけど、はい、楽天モバイルとして今まあケディアさんのところのローミング99.9%、まあ、が大体どこでもつながるんですけどそれでも一部穴があるかもしれないとかすげえ混んでるかもしれないという、うん、そういう場所に寄付を打っていくんですかって聞いたらいやこれは技術が今検討中なんでちょっと。 ままだ何とも言えませんっていうのが免許を割り当てられた段階での話なのでちょっとなんか頼んないなっていうのが正直なところで,でだからまあそういう意味で言うと見通しはちょっとまあ不透明なな感じかなとでそれからもう一つはその割り当てられた周波数っていうのは3メガ幅要するにまあ道路で言うと3車線が上りと下りがあると思ってください。これに対して他社は 10メガ幅の上り下りがある、うん、つまり10車線道路が上りと下りがあるわけですよ道路の幅が違うんで使える人数が桁が違うわけですよ桁が違うって言い方変だけど、まあ、要するに3倍ぐらい違うわけですよ、うん で実際のところに3メガ幅と上り下りで使った場合どれぐらいのまあユーザーが使えますかって話なんですけどまあ一応ドコモが最初にそのこの周波数が使えるかもって思った時にえ見つけてきて試算したのによると一応1,000万契約ぐらいは収容できるだろうと。だからまあ そういうい意味で今楽天さん500万契約ぐらいなんで、はい、だからこれがこれから伸びていく中ではまあ有効だろうと思いますとだからやっぱりどっちかと,とまあエリアとしての厚みみを増すみたいなな感じになると思うんですよただちょっと厄介な話が1個あってこれ僕も記事は書かなかったんですけど実はこの700メガの3メガヘルツ幅のところと当然楽天さん今1.7持ってますからこの両方を掴んでまあどこも英 u ソフトワークでも今当たり前ですけど。 いわゆるキャリリアアグリゲーション、うん、あの周波数を束ねてより高速に通信しますというのがあるんですがこれの要するに企画の中に実は入ってないんですよまだ決まってないんですよで。これは標準化をやってる 3GPP っていう団体があるので、はい、まあそういうところがまあ標準化に取り組んでこれ使っていいですよって話になれば、うん、はいじゃあ GO って話したんですそれまではここは1.7ここは 700メガみたいな電波の出しかしかできないんで、うん、ちょっとなかなか大変かなというなるほど当然だから複数の周波数使うのは結構バランス取りが難しいので、それがうまくいくかどうかってちょっと今の段階ではわからないというところですね。はい。はい、こうやって聞くとなかなか厳しそうですね。難しいそう？いやなんかあれですよ。<laughs> あのなんだっけなんとかなんなん東京だと何チャンネル？六。六？<6? S 1> うん。 あの赤坂の会社とかああいうとこだと明日にもエリアが広がるように大臣視で撮影の時も随分とひどい扱いを僕は受けましたけど割とメディアそんな感じなんでそんなことはどうでもよくてただまあテレビ新聞とかで楽天も前イりにプラス3バンドが割り当てられましたらこれでつながりやすくなるとかって言われてますけどはっきり言って。 今のローミングの方は多分つか繋がると思いますだって99.9%だあ一応あんまり広げないとは言ってるけどそういう意味でいうとこの一つだけですごく物事がいきなりポンと変わるということはないですうん、うん、ただ将来的に,に対しては アドバンテージというかまあ要するに有利な条件は得ることはできたと思ってます。なるほどね、でもう一個気をつけなきゃいけないのはそう言ってる中で、うん、肝心の楽天の経済圏要するに楽天モバイルは、うん、携帯電話会社になる前の段階で、うん、まあ市場もあれば証券もあれば銀行もあればカードもあれば、うん、他にもいろんなサービスがある、うん、いわゆる楽天経済圏というのを持ってます、はい、まあ楽天経済圏の方は結構強みだったんだけどそこがですね、うん、今年の12月から大幅に改定されます。うん、だから例えば えっと、楽天ゴールドカードとか、うん、ドプラチナカードでお買い物した時のポイントがたくさんもらえるのがなくなるとかなくなるというか要するにプラス2倍とかだったのが通常通りあんまりつかなくなるみたいな、はいはい、還元されないってことあんまり yes, そうで割とカードの得点が割と劇的に減ってます。減ったんだ 減るよまあ12月からっていうのがあるのでまあ他の,その他のんだろう例えば銀行とか証券とかもそうだけどいろんなサービス使った時のもらえるポイントの上限も結構だいぶ抑えられちゃうことになるのでまあ詳しくはあのホームページ見ていただくといいんですけれどもそういう意味で言うとちょっと先行き不安よ、ね、不安だよ、ね、でもその代わり楽天モバイルを契約してる人の ポイントのプラスアルファは増えている。うん、る逆に言うと、モバイルを持ってない人が市場とか銀行とか使ってもちょっとメリット薄くなるかなみたいな感じですね。はい。だいぶあの僕のお友達のクレジットカードの専門家の方もさすがにこのゴールドカード、うん、プラスなカードの倍率減るのはやねって思ったし、あと旅行系の好きな人は。 プライオリティパスってですね海外に行った時のラウンジに入れるカードなんですがあれが年間5回かなとかなんでそういうんか割とせちがい状況になってますんでちょっと将来不安ですがなのでまあ一応まあと言いつつまあでもプラチナバンドが割り当てられたことは良かったなというとこだと思いますはい。まあ私も惑わされないようにしっかり先生に聞いて楽天も終わりに行くと。 ワクテマワールにはんんん、んんん、ということで、みんなで行きましょう。楽って行きたいと思います。楽天さん頑張ってください。はい。今回はシャープワク先生とご紹介しました。そうですね、軽いし、持ちやすいし、ちょうどいい感じ。ちょうどいいかな。ちょうどいい感じ。軽いのはいいよね。ぜひ皆さんもお店に行って触っていただいて。 えーまあ、ポートレートを撮ってほしいかな、うん、とりあえずねカメラ結構いけますんで是非、はい、お試しいただければと思います。<music>